どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、ということで本日はついにやっちゃいますよ。ご覧いただいている通り、防具全く何もそのままなんですよね。今日はこれに、後ろに見えております鍛冶型を使って柄をつけていきたいと思います。どういう模様にしていくかですよね。その辺がちょっと悩みどころですけれども、ちょっとやっていきたいなと思います。ということで早速始めてまいりましょう。まずね、このメインのネザライトの防具につけるのと、あと予備ですよね、予備のダイヤ装備にちょっとつけてみたいなと思います。思いますか、思いますだけど、これ足りるんかな。あ、ダイヤいけるね。ブロックとして持ってるから。はい、ちょっとごめんなさい、喉の調子がまた悪いんで、声がちょっとかすれているような感じに聞こえるかもしれませんけれども、あらかじめご了承ください。さあどうする。まず色だよね、この色でしょ。だからもう黄色というか、ゴールドですよね。金の色にした方が合うだろうね。だからこれかこっちなんだよね。あとはちょっとか、色が目立たなくなっちゃうというのがあるので、まあ、それかこれ緑系だよね。やっぱ派手めなやついきたいよね。で、ダイヤ装備はちょっとシンプルめでいきたいんですけれども、まず一番目立つ部分。チェストプレートの方からだよね。これちょっときつすぎるんですよね。あ、きつすぎるけど面白いか。古代都市のやつだよね。これで一回やってみる。これ後から上書きできるんかな。試しに4つともこれでいきますか。だから4つ作らなきゃいけないんだよね。こうで、こうで、こうで。またこれダイヤ揃えとかないといけないですね。あ、5つか。1枚取ったもんね。そうだよね。だから5つ作らないといけないんだ。だからあと2つ、5つ、これでいいかな。で、あとは金だね。一番単純なパターンでいきましょうかね。置いて、これも置いて。え、何この色、あれちょっと変、なんか変だよね。ちょっと一回これ作ってみる。あ、大丈夫、ちょっと着てみようか。何この色、むちゃくちゃブサイクじゃない。色合いが変だよ。なんでこんな変なのなるんだろうね。これは設定の、これだっけ、オーラの濃さだっけ。これオフにしたら、オフにしてもこんな感じか。変な色じゃ、ダメだね。じゃ、白系、これの、これ。ちょっと実際これ見てみないとわからないね。一応上書きできることは分かったから、青はちょっとマシなのかな。変だよね。レギンス。あ、これひょっとしてオプティファに入ってる影響？ちょっと切りますね。はい、戻りました。オプティファイン。こんな感じ。オプティファイン切ってもこんなんです。これ、思ってたのと違う。ちょっとこれをこっちにつけたら、ほら。変だもんね。これならまだつけない方がマシでしょ？じゃあさ、ダイヤ装備にこれつけたらどうなんの？あ、ダイヤないんだ。全部これに変えちゃったんだ。で、ちょっと他の鍛冶型に変えようか。シンプルなやつにしたらどうなる。あ、こいつで行くか。トレイルでちょっと行こうか。トレイルにしたら、これで再び金。ちょっとはマシなのかな。白系がマシ？青は？あ、もう青でいいかな。で、シンプルで行った方がいいかもしれないね。まあ、別にこれでもいいんか。まあ、後からまた上書きできるから、いいんだけど、赤で言ったら、思ってたよりも違う感じになっちゃったから、もうびっくりしちゃったよ。トレイルでしょ？で、赤。赤でもいいんかな？なんか、くすみ系が出てるよね。青。青が無難かな？なんかこれ、グレーっぽい色が出てるよね。赤。赤でちょっとやってみる。
ああ、来ちゃった。じゃあ赤と青で作ろうか。予備防具もね。じゃあトレイルあと3つ必要だから、あ、テラコッタいるわ。ちょっと取ってきます。テラコッタと、じゃあまずトレイルで全部統一していきます。あ、雨降ってきちゃったね。まあ気が変わればまたこれ上書きして変えればいいだけなんで、まずね置いときますね。あ、来ちゃった。まず1個これね。で次海底神殿で、これを4つに増やす。でこちら予備防具で、ちょっと色合い見ます。こういってチェストプレート、青だね今度。うん、地味でいいんじゃない。うん、じゃあこれでちょっと増やします。あと1個足りない。ダイヤ使うねこれね。で OK ですかね。戻して、で赤いらない。青で、あ、これダイヤにしたらどうなんだろうちょっと一回、あ、ダイヤでもいいんか。ダイヤの方が目立つね。ダイヤにしよう。テストプレートは、あ、ダイヤでいいじゃん。あ、こっちメインにする。こっちをメインにしようか。ダイヤがわりかし合いそう。で頭、うん、ダイヤでいいんじゃない。まあ一応、海底神殿とトレイル遺跡のデザインでいきましたけれども、まあ上書きできるんで、だから気に入らな、また気分変えたかったら他のやつとも うまいこと組み合わせしてやっていくのもいいかもしれませんね。よし、じゃあこっちをメインとして使います。でこっちは予備防具で使います。 OKOK いいんじゃない。わりかしネザライトとダイヤの組み合わせが、ダイヤの色の組み合わせがいい感じですね。はい、ということで今回は、ネザライト、防具にデザインの方を施してみました。やっとですよね。しばらく何もせずにそのまま来てたんですけれども、やっとね鍛冶型をセットいたしましてこのようになりました。ダイヤ合うよね、いい感じじゃない。金の方を、ね、使ってね、ちょっと変な色になっちゃった時はびっくりしちゃったけども、あれ鍛冶型にもよるんでしょうね。うん、じゃシンプルなやつでいくとこういう風な感じになるということですね。はい、まあ、とりあえずこれで決まりということで、またね気分次第でちょっといろいろデザイン変えていこうかなという風に思っております。ということで今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。